届いてから始動するまでの流れを説明します。まずタンクの下のドレンが閉まっているかどうかを確認します。で、その後、ブレーカーが、オンになっているかどうかをチェックします。それからオイルが最初は入っているんですが、赤の線までちゃんと間違いなく入っているかをチェックしてください。でコックをちゃんと今、閉まっているかどうかをチェックします。で最後にスイッチが、これがスイッチになるんですけど、これがオフに縦になっていることを確認したら OK です。準備が整ったら、ではスイッチをオンにします。